球界の王者を決める野球大会の最高峰、その名もパワフルフェスティバル。大会に社運をかけるパワフルテレビは空前絶後のステージを完成させ、かつてない野球ミステリーツアーの刊行を発表した。こぎ出そう未知なる海へ、世界初洋上の野球大会、パワフルフェスティバルオーシャンクルーズ。
さあ、行きますよ。ルーレットスタート。テレビが送り込むパワフェスチャレンジャーズはどんな戦いを見せるのか。さあ、聖浪なれども波高し、タワフルフェスティバルオーシャンクルーズ、ここに開幕です。北摂高校先発投手がマウンドに上がる。さあ出た、今日も元気にご登場、魅惑のメガデボーン、はい、まずは初球、初球を打ちました。一塁送球アウト、これでワンアウト。さあチームの勝ち取りは、初球はスローカーブはストライク、カウントワンストライク。来たか、いけいけいけ、打ったバッター二塁を狙う、ツーベースヒット。チャレンジャー先制のチャンスを迎えます。打席には3番バッターが入ります。初球を打った、ライトへ持っていった、これはヒットになります。ヒットだ、ヒットになった、チャンスを広げました。さあ4番が打席に入ります。打ちました、初球打ち、抜けた、後ろにそらした。1塁ランナー2塁回って3塁へ、チャレンジャーズまずは1点先制。3塁へ送る、チャレンジャーズ2点入りました。タッチアウト、ツーアウト。チャレンジャーズ得点を挙げ、ここからどう攻めるか。打席には5番バッターが入ります。初球を打ちました、抜いていった、いい当たりが炸裂しています。6番バッターが打席に入ります。投げました、初球を打った、打球はセンターへ、ヒットになります。カットマンへ送る、ナイスヒットです。チャンスを広げています。打席には7番バッター、真ん中見逃してストライク、まずは様子見です。打った、いい当たりだ、ヒット、ホームへ送球、気持ちのいい当たりを見せてくれます。チャンス拡大、打ちました、初球打ち、センターへ上がった、これで3つ目のアウト、チェンジです。1回の表が終わって2対0、チャレンジャーズまずは先制しています。チャレンジャーズ先、1番バッターが打席に入ります。投げた、ストレートはストライク、少し気遅れしたか、投げた、変化球ビンビンに切れています。引っ掛けた、これは内野ゴロ、一塁踏んでアウト。打席には9番バッター、初球は、初球引っ張った、一塁線、いい当たりですが右に切れていきます。打った、ファースト左へのゴロ、破った、ランナーを放ちます。さあ打席には魅惑の矢部昭代です。ランナーを進められる、オッケー、ワンバウンドヒットになった、一塁ランナー一気に三塁へ、矢部ツーベース、
チャンスを広げちゃいました。さあまずは初球、外角低め見送ってストライク。まずは様子を伺います。大きく外してきます。打ちました。左中間のフライ、左中間へのヒット、グラブ弾いた。セカンドへ送球、チャレンジャーズ2点入りました。4対0。それでは先ほどの得点シーン、もう一度ご覧いただきましょう。さあ柔道で鍛えた恵まれた体格を持ちます、魅惑のマシュマロボディ、みそ。さあ初球、いいボールだ。変化球が切れています。ミットへ一直線、指にかかったストレート、内角ボール球を打った、ファウル。投球これから4球目。打ちました、破っていった。結果はヒットだ。初球は直球見送ってボール、いいコースですがわずかに外。第3球投げました、スライダー見送ってボール、外れましたがいいコース、打った、痛烈な当たり、やべ、バックしていった、取りました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウトランナー1。チャレンジャーズ、ここはなんとかしのぎたい。打席には3番バッターが入ります。初球から送ってきました、ボールを掴んだ、アウト。送りバントを決めてきます。ワンアウトランナー2塁3塁に変わります。チャレンジャーズピッチャー、第1球を投げた、ボール外れた、カウント1ボール、アウト、危ない、間一発かわした、外角低めいっぱいストライク、打ちました、これはスタンドに入るか、スタンドに入りました、ファール、三振。よし、さあ打席には発着、いい表情を見せています。初球ストライク、少し迷いが出たか、投げた、縦のスライダー見送ってボール、ツーワンバッティングカウント。さあ次は何を投げてくるか、どうだ、抜けた、中継、続いて二塁ランナーのホームイン、チャレンジャー大事なイニング、北摂高校得点を挙げ、なおもランナー一塁、6番バッターが打席に入ります。投球3球目、打った、ファウル、カウント1ボール2ストライク、バットを出しません、ボール、ツーツー、抵抗カウント、打ちました、内野ゴロ、あーっと弾いちゃった、記録はサードのエラー、試合後はノックが必要かもしれません。打席に、あーっとデッドボール、満塁にしてしまった。8番バッターが打席に入ります。際どい打球、さあ取れるか、これでアウトが3つ、攻守交代です。7回の同点で迎える8回です。打席には9番バッター、一気に行きたいところ、キャッチャー落下点に入りました、ファールグラウンド、キャッチしています、これで2アウト。さあ矢部昭雄、この打席は何を見せてくれるのか。さあ次の球、打ちました、いい当たり、落ちました、ヒット、一塁ランナー三塁を狙う、やべ、二塁までご到着しています。チャレンジャー勝ち越し。さあ1球目、お、どうだ、センターへの打球取って、これで3アウトチェンジ。8回の表が、さあいよいよ最終回、打席には3番バッターが入ります。投げました、真ん中決まってストライク、まずは様子見です。投げました、打った、強襲、抜いていった、ヒットを放っています。さあ4番が打席に入ります、積極的に行ってもらいたい。初球を打ちました、あと左中間、どうだ、ボールはコロリンコ、セカンドへ放り投げる、素敵な二塁打を放ちます。チャレンジャー勝ち越しの地、北摂、打席には5番バッターが入ります。さあ遠慮はいらない、ここで激しく燃え上がれ、打ちました、
これはスタンドか。投球3球目、大きな当たりになる。これは犠牲フライには十分でしょう。取りました、タッチアップ。三塁ランナーホームイン。チャレンジャーついに勝ち越しました。6番バッターが打席に入ります。このままどんどん攻めていきたい。打ちましたが破った。クリーンヒットだ。チャレンジャーだ。打席には7番バッター。第1球を投げた、高速シュートはストライク。第2球はお、どうだ、面白い打球になった。掴みました、カットマンへ送る。三塁ランナーホームイン。チャレンジャーズリードを2点に。チャレンジャーズ得点を挙げ、なおもランナー1塁。8番バッターが打席、初球を打った、ヒット。ボールは中継、ヒットを放ちました。チャンスを広げました。打席には9番バッター、リードを広げておきたい。打ちました、初球打ち、ヒット。二塁ランナー一気にホームへ。チャレンジャーズさらに1点追加、タイムリーツーベースヒット。チャレンジャーズここはなんとかしのぎたい。さあ打席には発着、いい表情を見せています。完璧に捉えた、破っていった、セカンドへ送球、二塁セーブ。ここでヒットが出ます。チャレンジャーピンチが続きます。6番バッターが打席に入ります。外れた、ボール、カウント2ボール、ストライク、アウトローへ。投げた、打った、ツーツー、平行カウント。逆らわずに逆方向へ、一、二塁間、ボールはファーストへ、直接方向。点差を2点に縮めました。さあチャレンジャーさらに同点のピンチです。打席には7番バッター、ストライク、外角低めいっぱい、ワンボールワンストライク。さあ次は何で来るか、さあ仕留められるか。打ちました、バックネットの前でボールを掴みました。8番バッターが打席に入ります。インコース高めストライク、タイミングが合いません。ストレートはボール、外わずかにボールゾーン。さあ勝負してくるのか。さあ打たせたぞ、さあゲッツー取れるか。ああこぼした、直接投稿、さらに1点を返しました。記録はファーストのエラー、ちょっと練習が足りないようです。これはボール、これで球数はちょうど50球。さあ次は何で来るか。打った、発射球、ホームへ。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。チャレンジャーズ見事勝利しました。非常に熾烈な戦い、パワーフェスチャレンジャーズがガチンと勝負を制しました。大事な初戦を突破、2回戦へ向けて弾みをつけます。さてヒーローインタビューのお立ち台には、今日のゲームで死闘を繰り広げたチャレンジャーズキャプテン、そして北摂高校の美園知花、お互いの健闘を称え合っております。ナイスゲームでした。さあそして2回戦に駒を進めました。パワー
潮風に当たって気分転換ですね。